今日はレゴフレンズハートの小物入れビーチバカンスシリーズを作ってみたいと思います。イエーイ。今日はレゴフレンズのオリビアとロボットが登場するこれを作ってみたいと思います。移動式グリルっていうのが出てくるらしいです。ソーセージも入ってるらしいので楽しみです。よし、それじゃあ組み立てていきたいと思います。はい、できた。できたので、そしたら次はこのソーセージにホットドッグを挟んで、ここに立てます。そしたら次はロボットのゾボを作っていきたいと思います。タイヤ、そしてその上に白いパーツで、これは手ですね、多分。それを2つつけて、望遠鏡的な目でして、黒いポッキをつけてから帽子をかぶせて、で、なにこれかわからんけど、これを持たして、ソーセージなのかな、真っ黒焦げなんだけど、焦げてるのかな、それとも何か別のなのかな。まあ多分焦げたソーセージだと思います。いや、座ってくれよ。そしたら次は移動式グリルを作っていきたいと思います。こっち側もつけて、そしてうん、
見た。網のやつ。リン。スロット。とってがついてるパーツ。リン。あ、逆。気をつけて。お、移動式グリルは完成したのかな。そしたら次は のピンクのプレートにアウタイル水色か、水色のタイル。で、また水色。そしたら、ピンク。で、スロープと丸くなってるパーツ。そしてこっち側にもタイルをつけて、逆側と同じようにスロープ、丸くなってるパーツで、これをつけて、で、これは周りを囲むか、周り囲います。ブロック、ブロックで、まあ、逆向き。今度はこのピンクのやつ、ピンクのパーツで周りを囲って、ピンクにそして、お、この青で囲っていきます。あ、これは一旦置いとくのか。ハートですよね。いや、桃なわけないか。ハートってちゃんとこのセットの画面にもついてますからね。そして、この真ん中に
ポチがついてる黄色のパーツ。そして丸くなってるプレート。そして真ん中にポチがある 1×2 角を取れたタイ。そしてプリントパーツをここにつけます。で、丸く塗ったプレート、そしてまたタイルでここにつけて、裏返して、こうやってこうして、ここに入れるのか。これ入るかな。はい、入りました。中を開けるとこんな感じで、ゾボとかが、移動式グリルとかミニフィグとかが入れれます。このセットでちょうど入るようになってますね。で、ちょっとだけ珍しいソーセージのパーツが余ってます。あー、みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。